構真面目な話で、どうだか消防隊に向いてないところですなんかない。ホスカイ会場です。ショコラの新代表の猫屋敷くんにドッキリを仕掛けてみたいと思います。皆さん、お楽しみに。行くぜ。それでは、猫屋敷くんに電話をしてみたいと思います。電話に出ないので、店に電話したいと思います。ショコラの店に電話します。ショコラです。会長の加納です。お疲れ様です。お疲れ様です。代表の猫屋敷君はいますか？加納さんですか？はい。加納さんまだ出勤しないですね。店にいない？まだ出勤しないですね。あー、了解です。わかりました。お疲れ様です。はい、はい、出勤してない。あ、お疲れ様。今猫どこいる？あ、ほんと、こっち来るで時間かかる。ヒントのビップに来てもらってもいい？なるべく急ぎでお願いします。はい、お疲れ様。早かったね。あ、いや、パコポコだって。あ、準備してた。ちょっと。はんはん。で、今日、真面目な話で、で、大人からの話聞いてる？聞いてない？聞いてない。俺のところにもちょっと話したんだけど、なんか、ミトマス、今ちょっと上がってきてるみたいで、バグの新一とか、ちょっと、あきちゃんとちょっと不満みたいなのが出てる僕に見せて、だから、ここら辺の部分の話を今日ちょっとできたかなと思って、なんか、猫の方で把握してるとこもあってます。そうですか。その辺の心当たりないかなと。全然もう何もないですけど。もう見たなと迷惑ね。わかりました。あ、お疲れ様です。あ、今さ、猫屋敷とヘイトのビップで話してるからちょっと来れる？うん、わかりました。ちょっと急ぎ目でお願いします。はい、はい、どう状況的にお店は入ってるんですか？でも、いい感じだったと思ったんですけど。え、人の声とかはちょっと、やっぱ新人のことかと思ってるんですけど、ちょっとまあ、詳細、見た目とかのも詳しいと思う。ちょっと待って。おー、お疲れ様だな。で、ちょっと、あの、いろんな声上がってきてるということで、あ、そうそう、一緒に話した方がいいかなと。そう、この、新一とか、もちょっと上がってきてるみたいで、なんか、猫の中で、俺とかプロデューサーに言えてないこととか、なんかない？結構、ここは特に、なんかちょっと心当たりあることとか。さっぱりですね。ない。全くない。ごめんなさい、私は感じます。うん。ちょっと全く心当たりがないっていうことです。それがやばくて、結構、僕に言われちゃって、それ結構使用無理で、そのなんか温情維持ができるかなっていう。肩を落としたと。俺も言いづらくて、そう、一人一人だったら俺が潰しとけばいいやと思ってたけど、真実は
ていうんだけど、俺の中で決定的だったのが飽きちゃったから、飽きちゃってるところだったから、ちょっとね、その1回トップに立って反感買っちゃうとね、嫌われたりもしちゃうから、ね、移動もしくは除籍かっていう形でどんどんなっちゃう。まあ昇格してまだ1ヶ月半ぐらい。そうですね。だから新体制でもちろん不満が出るのは当然だと思うんだけど、うん、どうしてももうちょっとワンチャンスというか、そうですね、頑張りたい。どうしてもそしたらキムタクのモノマネしてくれたじゃない。キムタク、そう、ちょっとすぐビートだけしてる。抜いてみよう。キムタクでやらせてもらっていいですか？3まで抜いてみよう。キムタクで、うん、いいよ。ちょ待てよ、ちょ待てよ、ちょ待てよ。絶対気づいてる顔してたの。途中で最初から猫屋敷がめっちゃ笑ってたからあの気づいてるわと思って、もうめちゃめちゃ、いやメンヘラ起こすかパニックみたいになるタイプなんですよ。そうなのに変に冷静だからいつ気づいた。入ってきて俺のシリアスの雰囲気になって気づいて、なんかキョロ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 しためっちゃいろんなものが見えた瞬間めっちゃ安心しました。そういうことか。でもギリギリまでこれでもしもただのなんか俺の出現とかをもうなんか撮ってるの可能性もなくなってしまう。ちょっと全体像の意気込みを最後。いやもう本当僕がいろんな感覚なこともあるかもしれないですけど、それをカカカカカカのモノマネして頑張って継続してくれてよろしくお願いします。今日スポスカイですよ。カメラにも気づく代表ということで、うん、よろしくお願いします。スポスカイでした。拍手カメラバレました。またね。